ナッソーアベニュー駅は、ブルックリンクグリーンポイントにある、ニューヨーク市地下鉄、IND クロスタウン線の駅である。マンハッタンアベニュー、ナッソーアベニュー交差点にあり、終日 g 系統が停車する。自転車ラックが併設された階段ナッソーアベニュー駅は、1933年8月19日に、開業した、相対式ホーム2面2線の地下駅である。ホーム壁面には、 黒で縁取りされた緑の帯が水平に引かれ、緑で縁取りされた黒地に白のアライアルタイでナッソーアベニューとレタリングした駅名標が取り付けられている。帯の下には白でナッソーとレタリングした黒タイルが取り付けられ、同じ様式の方向指示が駅名標の下に置かれている。ホームには緑色の柱が等間隔に並び、一本置きに 黒地に白でレタリングしたニューヨーク市地下鉄標準の駅名標が取り付けられている。駅北側の両当たり線はかつて終着駅だった名残である。路線は駅の南でマンハッタンアベニューからユニオンアベニューへ移りメトロポリタンアベニュー駅に着く。改札はホーム上にあるが南側のホーム間連絡通路より深い位置にある。ノーマンアベニュー側の改札に ホーム間連絡通路はないため入場後に反対側のホームへ向かうには一旦南側まで歩かなければならない。ありがとうございます。